初めてネザーへ行ってみた。入った途端ピグリンに追いかけられる。ネザーのレア鉱石たくさんゲットしたよ。ブレイズロッドと骸骨の頭もたくさんゲット。今日は召喚しちゃおうかな。登録。はい。今日マインクラフトやっていきます。今日はこの前ネザーでね、いっぱい入手してきたのよ。ソウルサンドとウィザースケルトン、そしてブレイズロッドとかもゲットしてきちゃったので、今日はポーションをまず作りたいと思います。ポーションを作って、その後にウィザーを召喚して戦ってみようと思う。さあ、どんな風になるのか、やっていこうマインクラフト。もうできてるかな。できとるね。ガラスをゲットして、で、瓶を作るんだよね。うん。瓶をまあ作りましょう。あ、結構いっぱいできるな。結構簡単に出来上がる。あ、そして調合台がいるんだね。調合台を作って、で、ブレイズパウダーが結構多めにいるのかな？ OK。どこに置こう？この上とか置いていいのかな？あ、いいよね。ここに調合台を、置いてみましょう。あ、ちなみに今の回復ポットは、ウィッチからゲットしました。で、あ、ちょっと待って、ここ閉めとこう。なんか入ってきたもん嫌だしね。で、ここで、ブレイズパウダーここでしょ。で、ここに、あれガラス瓶が、あれセットできない。どういうことだ？なるほどね。水が入ってないとダメなんだ。っていうか、水の瓶ってさ、これ重ねれないんだね。ちょっと下にいっぱい落としてきちゃったけども、まあそんな、重要なアイテムでもないし、いいか。で、水を入れたやつを、ここに入れますと。で、どうすんの？あ、レザーウォート？あ、違う？レザーウォート、あ、なんかなった。なんかなったよ。これでいいの？水の瓶を、置いて、ネザーウォートを上にしました。そうすると、何ができるの？お、ポって言った。不完全なポーション？回復ポーションじゃないの？不完全なポーションっていうのができたぞ。違うな。俺が欲しいのはこれじゃない。回復とかが欲しいんだけど。なるほど。回復ポーション作るには、まず金の、輝くスイカか。これが必要みたいだな。OK。輝くスイカを、ありったけ作ったね。で、これで、さっきの、不完全な、あれ違う。輝くスイカどれだ？あ、こっちか。輝くスイカして、で、不完全なポーションを置くんだ。これでいいんだな。とりあえず不完全なポーションから、いろんなやつを作れるみたいなんで、不完全をちょっと全部作ってしまうか。で、輝くスイカをすると、できた。あ、回復のポーションだ。で、これを、パワーアップさせるって書いてあったな。で、次が、ポーションが出来上がったらば、ポーションをセットして、これが、グローストーンダストだな。これを入れることによって、回復のポーションの回復量が上がるのかい？だよね？なんか、そんな風に書いてた気がするけども。できた。回復2だ。できた。で、これに爆薬を入れると、またなんかなるんでしょ？あれか。自分で飲むんじゃなくて、投げたところに、この回復ポーションの効果が現れるってやつ？あ、でもそれなら敵まで回復しちゃうからあんまり意味がないのか。出来上がり、あ、スプラッシュだ。なるほどね。あ、爆薬と調合すると、なるほど、投げるアイテムに変身するわけね。そうかそうか。で、それで、あれか、毒とか、そういう、ポーションを、投げればいいんだね。周りに毒が充満して敵にダメージを与えると。あ、そういうことか。まあ、スプラッシュの回復ポーションは、まあいらないけども、普通に飲めるんでしょ、これ。ね、あ、今は飲むことできないかもしれないけど、どんな風になるんだろうね。スプラッシュポーション、あ、飲むんじゃないんだ、これは。投げる。投げる。あ、投げた。あ、で、今、もやーってなったところで、あれね、効果が発動するわけか。おー、あ、なるほど。ガラス瓶は、使い回しか。あー、エコだね。エコだわー。わかった、わかった。ポーションの作り方、わかった。もう大丈夫。で、ウィザーと戦ってみようか。ウィザーは、なんかちょっと狭い空間に召喚した方がいいらしいね。飛んでいくからめんどくさくなるんで、召喚するのはこういうところがいいってことで、作りました。掘ってからね。で、ここに、召喚するための儀式を行わなきゃいけないんだな。ソウルサンドで、こういう形を作るのか。こうして、こうして、こうして、こうか。こうかな。で、この上に、スケルトンの頭を並べていけば、いいんすか？こう？あ、出た出た出た！待て待て待て。全員。あ、全然ダメージ与えれない。あ、爆発するのか、最初。ちょっと待て待て。お、危ねえ。危ねえ。あいつ。はい、上に逃げる気や。いった。ちょっと待って。ちょっと待って。むちゃくちゃ強い。びっくりするぐらい強いぞ。いった。ちょっと待って。待て。ちょっと待て。お、想像以上の強さだぞ、こいつ。いった。あー、上に逃げちゃった。あ、来た。ちょっと待って、めちゃくちゃ速くない？いった。よし。え、でも全然ダメージ与えない。やばい。死ぬ。うわー、強っ。めちゃくちゃ強い、こいつ。ちょっと強さ半端じゃない、あいつ。あんなに強いの？結構、ガチガチの装備していったんだけどね。いや、全然勝てない。HP 回復しとるし。どこ行ったウィザー。あんなに大暴れするもんなの？ちょっと、とんでもねえな。いや、ここで、閉じ込めたつもりだったんだけど、全然だわ。あれ、ウィザーが行方不明。あ、下に行ったもしや。発見。上にいた。で、お、なんかハマってる。あー、はまりだ。いった。ちょっと待て。あいつ。ちょっと待って。HP 自動回復か、あいつは。いや、わかんない。まあ、とりあえず、ちょっと頑張ってみよう。よし。こう爆発してくるのが本当に鬱陶しいよね。よし。まだ。いった。ちょっと待て。どこにおるん？ここら辺からこう、出てきたところを撃てばいいか。あ、いた。真上にいる。どこや？どこだ？その辺か？いや、破壊神だな、あいつ。あ、夜になる。やばい。おい、早すぎねえか。いった。ちょっと待って、これ場所が悪い。もうあっすぎるこいつ。ちょっと朝になるまで待ちました。うわー、こいついた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 。なんかこの木のところでこうさ、こうハマってる時とかそういう時にやろうよ。いける。あー逃げた。ちょっとああもう、ようやくだ、ようやく落とした。もう何十回と死んだ。よし、あとはもう特攻して剣で攻撃していくだけ。いやいやいや、結構硬え、結構硬えぞ。いややばい、うわうまー。いやもうダメだこれ、ダメだ。もうラグくて全然動かんくなった。あーこれは無理だわ。あもうベッドがなくなってなんか違うところに飛ばされちゃった。もうあそこ無理だ。ちょっとウィザーに挑むのはちょっと俺早かったかもしんない。無理。もうちょっとなんかね準備していかないとあれは無理。うん、多分何回も死んでいいからね、もう挑んではいけるんだけど、もう周りが壊されまくってもうラグくて動かなくなるんだね。あれはダメだ。まあとにかくまたね一からやり直していきます。チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。